苦毒とは仏教用語、または神社仏閣における用語、あるいはキリスト教神学の用語である。仏教用語としては、善根を積むことによって報いられる、功能福徳や、現世、来世に幸福をもたらすもとになる善行のこと。神社仏閣においては、神仏の恵み、ご利益、利益を意味する。キリスト教神学では、ある善行を行うことによって得られる報酬を受ける。 権利や、その報障、それを得る道徳的善行のことである。造事、造物、社教、祈祷などの善行為には、現在、または未来において、幸福や利益をもたらす能力があるとされる。これらの良い報いを受けるべきもととしての善行を、善根苦読、または、苦読善根などという。善根を積むことや、修行の結果、報いとして得られる家法や恵みも、苦読という。 善の行為には宗教的なものと世俗的なものがあり、どんんは善者は悟りの果てをもたらすので真実くどくとし、後者はそれをもたらさないので不実くどくとする。仏教に従うことによって得ることのできる幸福、利益のうち自分を益するのをくどくといい、他を益するのを利益と呼んで自利と利他を分けることもある。ふつ、菩薩が人々に恵みを与えることや、 神仏から与えられる恵みのことも利益という。キリスト教神学では、ある前後を行うことによって得られる報酬を受ける、権利やその報酬を意味する。ありがとうございます。